も始めたいと思います。先攻がケムスト、後攻がマスオマスター。大粒ファイマスオマスター、お前は負けた。マスオ負けた、不耐なモンスター。俺ならそう、マッチョギの幕を開けた。不耐な自分、誇るだけだわ。あ、どうだ、言ったってしょうがねえから、俺は正面からぶち切ってくぜ。リアグラッパーならパスを出すんじゃねえよ。客じゃなくて俺と相手してる。Yeah、すげえな、いきなりマスオ負けた。もうちょっとお前ライムの数を出せば。いいじゃないか、適当に遊んだだけだ。見分人よりもちゃんとエグるぞ。だから永遠のレッド、ほんまに与えるベスト。だからここら辺でステーキスポーツ、リギュアに音楽と上下ピストン、いつもディストラッション。エグるぞ、またエグるぞ。リッタでいっぱいか、お前つまんねえな。お前ケムソ、お前ケムソ大丈夫そこら辺に言ってる、バチューがいく。お前がなんだ、どうせか知らねえけど俺はそう。だって女子コットをお願いもする。こんな感じ、またまた頭があらかんらまんなまんなわんなまん。うるさい外中空地をだからちゃんとしてこいってライムとフロー結構やってるでサンスのカードお前を殺してやるアースノーマット。そんな怖くてまるでオダムゾそんな感じで適当にやる眠そうじゃわかる。でもちゃんと乗ってるぜメキシコークあっ終了なんやねん。それでは判定に移りたいと思います。先攻ケムストが良かったと思う人、後攻マスオマスターが良かったと思う人、マスオマスターの勝利です。